皆さん、こんにちは。非常識な教室集客コンサルタント、高橋貴子です。本日のテーマは、教室の先生が会計ソフトを導入して運営する際に考えてみたいことということについてお伝えしてみたいと思います。先日、私の、LINE の読者の方からですね、会計ソフトを、使うんだったら、どれがいいんだろうかっていう、そういうお話をいただきましてですね。で、じゃあ、そうですね、ちょうど時期的には、確定申告とか、そういうのも出てくると思いますので、じゃあ、それをちょっと動画で撮ってお伝えしようかなというふうにね、思っているので、こちらを撮ってます。で、その方のご質問っていうのが、会計ソフトをクラウド型がどうしようかなとか、今までは家計簿ソフトでやっていたっていうことでですね、やられているわけなんですけれども、こちらに関してはそうですね、基本的には事業をねやるっていうふうに決めたところから、家計簿ソフトよりもやっぱりちゃんと会計のソフトを何かしら使われてやっていかれる方がいいのかなっていうふうには思っているんですよね。で、個人事業主からねスタートするともちろん、白い色からスタートする方も多いんですけど、税理士さんと話をしているともう白色だからとかっていうところでのメリットももうほとんどなくなってきていて、もう最初から青色で行ってっていうところでの会計を覚えていく方がいいみたいなことも言っていらっしゃるような話とかも聞くと、青色申告でやられるっていうことを最初から検討されてもいいんじゃないのかなっていうふうに思うんですよね。そうすると結局その青色申告の部分でね、ちゃんとそういう紙として書類として提出していかないといけないじゃないですか。でやっぱソフト使う方が便利だし、それが見えていくのでいいかなっていうところで言うと、昔からよくあるのがね、会計さんとこでも使っている弥生会計っていうのがあって、バージョンがどんどん上がっていくんでね、それに合わせてやっていかないといけないんでしょうけれども、割と昔から人気のあるっていうか、スタンダードでやられているのが弥生会計なんですよね。あと最近で言うと会計ソフトのフリーっていうクラウド型のこちらも結構いいっていうふうに言ってて、個人事業主の方結構これ使ってる方とかも多いような、すいません、ちょっと今カードの方が切れてしまいまして、はい、取り直してます。はい、なので最近で言うとフリーっていうそういうクラウド型のものとかも個人事業の方がねよく使われてるっていう話も聞くので、割と使いやすいっていうふうには聞いてます。っていうのが私が使ってないので、実感としてお伝えすることはできないんですけれども、クラウド型の方がいろいろと、例えばその後税理士さんと やり取りするような規模になった時だったとしても、ソフトとしては多分使いやすいので。月額いくらってねかかる部分と無料の部分とあるんですけれども、まずは無料から試してみるっていうのも一つありかなというふうに思っています。で家計簿ソフトも悪くはないんですけれども、ちゃんとね事業としてやっていくっていうことであれば会計のソフトの方がいいかなというふうに思いますし、あと仕分けですね、日目仕分け、これはどういう日目に入ってきてっていうのを自分でその勘定科目を決めていってっていうのをやらなくてはいけないので、それもやっぱり慣れておく方がいいかなというふうに思っているんですよね。ですから、そういった部分でもですね、少しずつでも学びながらやる方が今後大きくしていく上でも必要かなというふうに思っているのがまず1点です。でもう1点は仕組みは分かる必要があるんですよ。仕分けがどこに入るのかっていう、費目の経費にはこれは入るのか入らないのかって仕分けを覚える必要はあるんですけど、そもそもの仕分けが合ってるか合ってないかっていうのを、税務署に聞けるかっていうとですね、税務署はどういう場所ですかっていう話を考えると、結局その税務署っていうのは正しいことを言う
ところになりますから、結局、税金が一番取れる方向での正しい答えを言われますよね。だけれども、本当はその税務会計の部分って解釈が違えば、そこはこちらでも見ていくことができるよっていう話も実はあったりするところもあります。全てがそうだとは言わないんですけど、その、法的に正しい状態で、でも、見え方的にこちらの方につけることができるっていうふうになった場合には、脱税をしてる形ではなくて、ちゃんと正当な、会計でそれを上げていくっていうところの知恵というか知識は、やっぱ税理士さんが持ってるんですよね。なんで、私の場合にはどうだったかっていうと、会社員から自営になった時に、もう最初の確定申告からもう税理士さんつけてました。確定申告の書類を作ってもらうっていうところを手伝ってもらう。私はエクセルで全部つけているんですけれども、そのエクセルを仕分けはするんですよ。するのを、事業3つとかやってたりとかしてて、連結決算みたいにやんなきゃいけなかったんで、そういうものもあって、その仕分けの考え方が合ってるかどうかを聞きながらできるっていうのが、やっぱスキルとしては非常に良くて、それによって多分浮いた税金とかもね、あるんですよ。不法な行為ではなく、ちゃんと正当な状態で。で、多分浮いた税金分で税理士さんが雇えてるっていう感じを初年度で感じたんですよ。だから、必ずしも自分で把握する必要はあるんです。データを見て把握する必要はあるんだけど、税理士さんを顧問で雇ってみてもいいんじゃないかなっていうことも別の観点から私はお勧めしたいところであります。手前の資料は自分で作る必要はあるんだけれども、確定申告そのものは、その日目の考え方とか、出していく出し方とかは、もしかして税務上どうなのっていうのを相談できる人がいると安心じゃないですか。だから私は初年度からつけています。独立事業を立てた時から稼ぐつもりで独立してますから、会社員から、自営になって、初年度そんなに稼ぎ、そんなにって言っても390万でしたけどね、年商が。で、それでも確定申告をお願いしてやってました。で、その後ね、450、600、800、1000万という形で増やしていってるので、1000万超える形になってきた時に株式をどうするかっていう話とかも、司法書士さんとかね、紹介してもらって株式にしたりとかっていう時も税理士さんがずっとついてて、で、ずっとね、年の決算をずっとずっと見てくれてるから、株式になった時にも、なんていうのかな、違和感なく すっとその方にお願いしながらやってるんで、もう初期からずっとお付き合いしてる方なんで、安心してお任せできるし、毎年きちんとその税務署じゃないや、税理士さんの名前で書類を出してもらってるので、特にね、引っかかるところとかないじゃないですか。で、綺麗にそのまま確定申告も終わるので、私のストレスもないので、事業の方の本当の自分のメイン事業の方に時間を割いて注力することができるっていう風なメリットとかもあるので、そういったものもちょっと考えてみるのも一つは、大きくしていきたい場合にですよ、考えていく。要は1000万以上の事業体を狙っていくっていうふうに思う場合には、それを見据えた最初からの税理士さんとのお付き合いっていうのも考えてもいいんじゃないのかなって思います。で、さらに言うと、私はそのさらに手前の基礎資料ですね、それも、まとめてくれる人を月に1回来てもらって、事務員さんに経理の方の経費の方をまとめてもらうっていうのをやってます。自分でポチポチ入力してたんですけど、その細切れでやるには集中力が足りないし、月の分まとめるには、ドバッとしたね、ものをやるんだったら、その他の仕事をやって稼いで、それを得意な人にお願いした方がどうやらいいらしいということで、現状は仕分けのルールと、日目はどういうところにつくかっていうのは自分が把握してますけれども、まとまったデータをどうやって加工して活用するかっていうところは自分が見ますが、入力そのものとか、領収書の整理とか、そういうのはその事務方の方にお願いしているっていうのが私の現状になります。ですので、まとめると、会計ソフトにまず移行するべきかどうかって言ったら移行した方がいいし、その移行するのであれば、パソコンの中に作っていくタイプよりも、クラウド型に慣れておく方がいいので、クラウドの方がいい。
で、さらにその先を見据えて自分の会社をもしかして大きくしていきたいかもしれない、会社っていうかお店ね、大きくしていきたいっていうことであれば、最初から税理士さんと付き合ってる方が多分スムーズにいくし、税理士さんも私の場合にはラッキーで、割と最初からいい方に当たったんで、そのままずっとお願いしてますけれども、相性が悪ければ変えるとか、なんかそういうこともね、必要になる場合もあるので、それはちっちゃいうちに試しておく方がいいです。大きくなってから変えると結構大変なので、ルールとかいろいろまた全部説明し直しになるから、そのちっちゃいうちにこう気に入る税理士さんが見つけられるかどうかっていうのも渡り歩いてっていうのでもいいのかもしれませんしね。そんな感じで会計を考えていただいたらいいんじゃないのかなっていうふうに思います。で、そもそも論を言うと、もっとレベルがね、低いというか、小さいところで言うと、確定申告するほど稼いでないからしないっていう先生もすっごい多いの知ってるんですよ。まあ別に悪いとは言わないんですけれども、仕事としてやるのであれば、やっぱりちゃんと確定申告をして、経費と売上高っていうのぐらいはやっぱ把握して、自分のね、1年の成績書、証明書っていうか、それになりますから、そこでいまいちだったらやっぱ来年度どうしようかって考えるべきで、改善していかないと、たらっとやっぱりやってると全然そこは変わらないし、よく確定申告で締めて、儲からなさすぎに衝撃を受ける先生とかもね、結構多いですから、しないよりは絶対にした方がいいですよ。少なかったとしても、自覚をして、よし、頑張っていこうみたいなね、ことになると思いますし、きちんと申告をしてるっていうものをね、理解してやってる先生とそうでない先生、やっぱ数字に対する甘さとかが違ってくるので、仕事としてやりたいんだったら、やっぱちゃんと確定申告しましょうっていうのが一点と、あと、扶養に入る入らないの部分でも、確定申告先生やっててもね、しながらで、扶養外れちゃうとかっていうと、旦那に迷惑かかるからとか、それ得じゃないからとかいう話もよく聞きますけど、経費ね、結構かかりますよ、教室業って。だから、それを引いた純利益の部分で、扶養の範囲とかが決まっていく部分になるので、そんな簡単には扶養外れるほどいきなりは儲からないです。だから、そこはしばらくしてから。で、損益分岐点っていうのがやっぱりあって、その旦那の扶養に入ってる方で、家の方が潤沢に回るところと、自分が飛び出てちゃんとそれ以上に稼いでうまく回り始める分岐点の幅が結構ポーンっていかないといけないんですよ。だから扶養外れるぞって決めた時には多分400万ぐらいかな、頭確か損益分岐点それで多分200何万くらいのパフォーマンスと大して変わらないんですよ。だから飛び越えるぞっていう時にグンって伸ばさないと、むしろ扶養外れたことによってすごい損する家計になるので、この損益分岐点は計算しといた方がいいですよ。確かに私1回計算した時380、当時はですよ、380か400万弱ぐらいだったんですよ。だから次年度に私は450になったんで、その後扶養外れるような形にしているんですけれどもね。まあやり方はいろいろです。外れると自分で税金結構払っていく感じになるから、結構毎月々にね、出ていくお金が増えますんでね、そのバランスっていうのも考えて、扶養に入っている方はどこで外れるかっていうタイミングをやはり見計らう。ただ本気で稼げたかったらどっかで扶養は外れないとダメなんで、外れるだけ安心して稼げるようなところを目指すと、やっぱり月商50、年間600、ここを一つの目標にするっていうのが、また妥当なんだろうなっていうのは感じるところでございます。ですので、会計ソフトの件はちょっとそんな感じで参考にしてみてもらえたらというふうに思います。それでは。